おはようございます。森口です。よろしくお願いします。今日は FOMC ですよね、えー。この時の株価の反応、市場の反応を振り返りをしていきたいというふうに思っております。FRB が0.75%の利上げを連続実施、インフレ抑制を優先ということで伝わってきておりますので、FOMC の結果報告と発表後に市場がどういうふうに動いたのか一緒に考えていきましょう。ということで今日は振り返りを入れて、FOMC の振り返りを入れて、最後、冷やしの一目金公表プラス MACD のテクニカル分析をやっていきたいと思います。ぜひ最後までよろしくお願いします。ということでこのチャンネルでは最新の状況を取り上げた上で のテクニカル分析必ず時目標で交渉しししてていいいまますす皆さんと一緒に株を考えくくチャンネルでぜひチャャンンネネルルでで登録よろしくお願いしますでは早速、昨日の振り返りからやっていきましょう。まずは日本株見ていきましょう。小幅に3指数上昇しておりますが、やはりこちらは FOMC を結果待ちと様子見姿勢が強い、そういう状況だったのかなというふうに思います。値上がり、値下がりも結構してますよね。ただ、そんな中強かったのは、半導体関連、東京やレクター、アドバンテストというところが強かった。アメリカではですね、半導体支援の政策が動いていましたので、まあ、そこが可決されれば、非常にこ は半導体にとってプラスになるんじゃないかという期待の回が強かったかなというふうに思いますコロナの新規感染者数20万人を超えておりますこちらはねまた警戒が続くかなといった感じです アメリカ見ていきましょう。算指数大きく上昇しております。中でもナスダック4%を超える上昇ということで、今年の上げ幅としては最大を記録しております。こちら業種別見てみると、コミュニケーション、情報技術、一般消費、コンピューター、まあ、こういったところが強いですよね。ニューヨークダウを見てみても、情報技術が非常に緑色が目立っているということがわかるかと思いますし、ナスダック100のヒートバップ見ると、マイクロソフトやアルファベット、これ決算通過後、ね、マイクロソフトなんかは時間がマイナスでしたけども、プラス、大きくプラスになってますし、まあ、その他でもです、ね、5%を超えるような えー、上昇が非常に目立ってますよね、えー、非常にナスタック、ハイテク関連、非常にプラスに働いたということでございます。日経先物299円のプラスで2万8000円を4時54分時点では超えております。一方、少しだけ円高に触れてますね。136円の54銭といった感じになってます。原油が98ドル台ということになってますね。ビクス少し落ち着きました。23.23 23。長期金利はほとんど動いていない印象です。2.789。ラッセル小型株は2%上昇。ソックスが4.75%。 上昇ですのですすやははり半導体は強いといととうことですまた暗号資産に関しましても上昇していますので非常にリスクオンムードの強い一日だったのかなと思います。 では FOMC の結果を見ていきましょうまず先ほども見ていただいた通りなんですが FRB0.75% の利上げを連続実施インフレ抑制を優先というニュースですこれが通常の3倍ですから利上げ幅としてはやっぱり大きいよねそれを連続しているよねというところは懸念は残るところかなというふうに思いますこれによってですね FF 金利が2.5%これは2018年12月前回の利上げ時の上限のところまで来たよというところですねままた景気を熱しも冷ましもも冷 中立金利と見ている水準に達するということなので、まあ、ここまで来てインフレは抑制できないということになるとここからは景気を冷ますリスクが高いような金利水準に入ってくるというところはぜひご認識くださいで昨日のスケジュールを見てみると日本時間だと3時ごろ、ね、この政策金利発表がありましたそして3時半からパウエルさんの発言があったということですけども動きを見てみると3時時点ではこんな感じちょっと上下に触れてから横ばい圏 っていう感じですよ、ね、すね実際にパウルさんの発言が始まった後に、一回下に触れてから、ぐんと上に上がっていったということにはなっております。で、その他の動き、先ほど見ていただきましたけれども、債券はそんなに動いていない印象ですかね。後ろっ側で動いているドル円が一回ぐんと上がって下がるみたいな形ですかね。にはなっています。まあ、それがなぜかっていうと、次回以降でですね、累積的な効果の経済とインフレにどう影響しているかを評価しながら、利上げペースを緩めることが適正 になるだ、ろううというこの緩めるという表現を使ったことが少し秋以降の利上げペースの鈍化を見込んだ会につながっているということなんです。あとはですねもう1つはこれは朝の日経新聞ですけどもマイクロソフトが5%上げているとか市場予想を上回ったとかねアルファベットも上げているという話だったんですけどもこういった主力企業の決算が 思ったよりも悪くないんじゃないかっていうところがですね、アメリカ株全体にプラスに、もともと働いていた。これだと分かりづらいんですが、これ前日比結構もう大きく上がっている状態。ナスタックで見ると3%ぐらい高い状態からもう一段グッと上げて4%までいったっていう形だったんですね。なので、まあ、そこのプラス要因も非常に大きかったんじゃないかなと思います。FOMC も決算も株にとってはプラスに働いているということですね。そうなると、機械の FOMC が注目点になるんですが、日程 とととしましままてては9月の20日21日21いいうことになっていきますで何が注目点かというと、やはりドットチャートが出てきますので、ドットチャート、前回がねここからここにぐーっと引き締め方向に動いたというところが、まあ、ポイントだったわけですけども、で今ね、ね政策金利2.5%まで上がってきたんですね、でこの中間値3.375までの差を測ると0.875%ということになりますが、残り3回が終わるわけですよね。で 0.75%の利上げということにもしなるんであればですよ、うん、1回やったらもうほぼそこまで達するということですねまた来年にかけては3.75ということでもう何回か利上げを行わなければいけないというところではありますが、まあ、これが中間値の見通しであってこれをどれぐらいまでしていくのかっていうところがねポイントになってくるのかなと思いますで、前回の FOMC のこの6月の14、15あたりがアメリカ株ちょうどそこ打ち押したタイミングなので、まあ、非常に厳しい引き締めの状況から 今回は少し緩んだというところででまたた株が上昇し始めたってことここすよねこれに対して9月のドットチャートがどっちに傾くのかこれ以上に引き締めなきゃいけない状況に追いやられるのかもしくはやはりこれはちょっと行き過ぎだったねということになるのかここにまず注目をしてみてください。あとは目先の経済指標でいくと今日発表されます GDP ですねこれがもしも前回1回マイナスになってますから 今回、プラス要素になっていますけれども、マイナスが出てしまう、2回連続で GDP 成長率がマイナスになるというのは、いわゆるテクニカルリセッション、えー、景気後退入りというふうに認識されますので、お、ま、そ、あ、らくですが、FOMC メンバーにはこの結果、ある程度も見えていたんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、それも含めて、そんなに悪い結果になっていないというところで、利上げ見通しの鈍化というのがね、に、え、お、ー、わせるような発言になったんじゃないかなと思います。 なの一つで、すすのでここもぜひチェックしていいいいたただきたいなという,ふうに思いますそれらを踏まえてインフレ率が少し収まってくるような期待が持てるんであれば、今回の株高っていうのはね、結構期待の持てる状態になると思いますし、この後指数の売買戦略見ていきますが、アメリカ株、決して悪い、そういう状況にないです。 チチャート上はねねな、えー、なのでそこも、ね、チェックしていけないなというふうに思いいますということで、一旦2をまとめておきます。FOMC 通貨で株価大幅高、予想通り0.75%利上げ。前日決算が思ったよりも悪くないことも、まあ、同資をしているということだと思います。えー、この後、またアップルとかの決算も出てきますので、そこもしっかりと見ていきましょう。秋以降の利上げ縮小をに弱わす発言もあったので、まあ、そこがさらに株価を押し上げたということになっています。えー、次回9月のドットチャートに注目。結構6月のドットチャートって厳しいです。 引き締めを意識せざるを得ないようなドットチャートになってましたのでそこから少し緩むのか維持かもしくはさらに引き締めるのかここは非常に注目のポイントになるかと思いますまた21時半 GDP が発表になりますもしもマイナスならばテクニカルリセッション景気後退入りということになってしまいますのでここは注意をしておきましょう29日には PCE デフレーターでインフレ率を確認しましょうということでございましたまだまだね、えー、不安の残るところではありますけれどもチャートはだいぶよく なってきててききいままますので指数のでで売買戦略でチェックしていきましょうず日経平均株価ですけども先物では2万8000をこう超えてくるかっていうところですね前回残念ながら2万8000ギリギリ超えられなかったので超えてくると前回高値をしっかりと超えてきたということにはなっていますでそれが雲のねじれのタイミングで起こるっていうのは非常にいいタイミングなのかなというふうには感じますねそしてその先ですけどもこっちですね2万3300円ぐらいこの辺の高値を超えてくるとかなり本格的な上昇トレンドというふうにチャート上は見ることができるということ なりますまた今日上昇することによってこのマック D が上向きのまんまそして上向きをさらに拡大させていくような動きに変わるとですね非常に強いなというふうには思いますねトピックス見ていきましょうトピックスに関しましてもやはり直近高値を超えてくるかっていうところですね今日の高値が1958ポイントということで1960ポイントあたりを超えてくるとですね前回高値を超えたんだなというところをぜひ確認しておいてくださいまた日経金と同じですが雲のねじれのタイミングでそれが見られるということになると上に転換 したんだとってことが分かりますので、えこれはなかなかいい転換と言えるんじゃないでしょうか。まず,はずですね、え今日はナスタックが上がっている、ラッセルが上がっている、ソックスが上がっているということですから、ここは雲を超える期待というのをね持ちたいところですね。前回高値が716ポイントあたりですかね。えこの辺を超えてくると、明確に雲も超えてきますし、非常にいいチャートになるんじゃないかなというふうに思います。そしてここからアメリカ株なんですけども、ニューヨークダウですね。まず前回高値ザラででベースでは完全に超えている終わりにでも おそらく超えていると思いますなので何が言いたいかというと6月の前回の FOMC から見て今回の FOMC 通過しても安値を切り上げて高値を超えてきてはるわけですからあの短期的には上昇トレンドの形になってるわけですね。えー、これはとてもいいところだということです。えー、こちらも雲をを超えるような期待を ね持たせるようなそんな動きになってるかなと思いますえサンドピーク0 0も確実に超えてますよねえ安値をここから見て終わらずに超えたっていうところですし雲の上の方に差し掛かってきていますなので非常に強い状態になりますしマックリもですねえこのように薄い色から濃い緑色のヒストグラムに変わってるんですね日本の移動平均線の差を表すマックリですけどもそしてえマックリ線とシグナルの差をこのヒストグラムで表してますけども濃い緑色に変わったってことはさらに上昇に勢いがつくぞっていうそういう になっていますナスダックですナスダックに関しましてはこちらはですねお若干超えてないかなっていう感じですかねにはなっていますので朝明日も上昇が続くのであればやはり雲を越えるような期待っていうのが持てるんじゃないかなと思いますマザーズなんかにチャットとしては近いですよね最後ラッセルですラッセルはちゃんと超えてるんですよね雲の上限に本当に差し掛かるようなえそういう動きに見えますちょっとだけ超えてるのかな ザラバ高金ではね、えー、終わり値ではちょっと超えてないというところで、明日が上昇が続くかどうか、しっかりと見届けていきたいなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、FOMC について話をしましたけども、FOMC がね、まず無事に通過したこと、株が上がったこと、これはね、とっても安心しましたね。えー、加えてですね、やはり、まあ、インフレが少しずつ鈍化してるんじゃないかっていう経済指標出てきてますし、えー、ユフパウエルさんも実際にね、秋以降の利上げの縮小をにわすような発言も入ってきたということですから、まあ、相場としては安定 しして欲しいですよね一方でインフレが収まらないかもしれないウクライナ情勢がまだ片付いていないかもしれないというリスクもありますから完全に楽観視せずにですね警戒を強めておいて、えー、見ていきたいなというふうに思いますでは今日もお知らせを入れさせてくださいまず一つ明日ですね夜に一本動画を公開しますあのギャベルチャンネルのゴーさんという方がいらっしゃるんですが、まあ、2人で対談をした動画になって僕の方のチャンネルではゴーさんがどういう感じでやってるのっていうのを深掘りしていった動画になってますまたギャャベルルのチャンネルの方 方では私の方のエクセル株投資のやり方とか投資のやり方を深掘りしていただいた動画が流れますのでもしよかったら、ね、チェックしておいてくださいまた個別銘柄カのとことん分析するマガジンですが明日メタバース関連株分析中ということで ポートという会社なんですけどもすごく面白い会社だったのでよかったらチェックしていただきたいなという風に思っております月額支円、初月は無料という風になっておりますまた書店購入キャンペーンも継続してやっておりますのでぜひぜひこちらノートの記事になってますのでチェックしていただければと思います、えー、こちら本屋さんで購入いただいた方が特典対象となってますこちら特別特典が付きますのでもしよろしければ一度詳細の方チェックしてみてくださいということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをンまた明日以降もこのような形でテクニカル分析、朝7時目 批評で更新していきます皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルなのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう